島県産の CO2 フリー水素を PR するために、この水素を利用した燃料電池自動車が都内を初めて走行しました。出発式には東京都の小池知事と福島県の内堀知事が出席しました。CO2 フリー水素とは、再生可能エネルギーで作られた水素で、製造時にほとんど二酸化炭素を排出しません。東京都は福島県内の再生可能エネルギーの導入を推進していて、福島県産の CO2 フリー水素を充填した燃料電池自動車5台を31日から1週間程度都内で初めて走らせます。31日の出発式には小池都知事と福島県の内堀知事が出席し、小池知事が来年の東京大会の選手村でも福島県産の水素を活用する、世界に環境に配慮した都市東京というのを発信したいと話しました。内堀知事も東京オリンピック・パラリンピックで福島県産の水素を活用することは復興五輪のシンボルになると話しました。東京都は2020年に福島県産の CO2 フリー水素の利用を目指していて、今回はそれに向けた PR として5台が都内各地を走行し、その様子を SNS などで発信していくということです。